エポーク。長いな。というわけで前回のギガゾンビを見ていただいた視聴者諸君こんにちは。ゆっくりマリエモンと、ツッコミのレイタ君です。いやそこは言わせろよ。では今回はついに時代もファミコンからスーパーファミコンに、ドラえもんのビタと妖精の国の解説実況を始めていきたいと思います。まずはオープニングを流しながら本作品の紹介、そして簡単なあらすじを紹介していきますが、少し長くなるので本編へさっさと行きたい人はスキップをしてどうぞ。ドラえもんのビタと妖精の国は1993年2月19日にエポック社より発売された、スーパーファミコン一発目の横スクロールアクションゲームであり、今作はエコロジー、環境問題がテーマとなっており、直近93年に公開された映画、ブリキのラビリンス、90年にはアニマルプラネット、92年には雲の王国と、この90年代初頭のドラえもん大長編は、環境問題、過度な文明への継承など、強く取り上げられていた時期であり、そして本作もそれに準じているのである。では具体的にはどういったストーリーかというと、遠い遠い昔、自然に住む妖精たちがおり、妖精は人に自然の恵みを与え、人も妖精たちが住む自然を大切にしていたのだが、ところがいつ頃か、人々は自然を破壊し、妖精たちの住処を奪い始め、空や海まで汚してしまったので、今では人々の目には妖精たちが見えなくなってしまったのでした。純真な心を持つ子供たちを除いては、あらすじを聞いただけでも自然破壊、子供と妖精が絡むストーリーってわかるわね。うむ、まあでもこのゲーム、妖精なんもしないけどな。さ、では、あらすじも終わったので早速スタート画面に、オープニングからドラえもんの歌が流れて楽しいんじゃ、もうここから見てもわかるけど、やっぱりファミコン時代よりグラフィックが圧倒的に綺麗になって、ドットもかなり色幅が増えて、キャラも二等身になってますな。では早速。やーい、スタート！と一体がまずはオプション。いやもうさっさと始めろよ。このゲームどうしてもデフォルトのボタン配置だと走りながら攻撃できないから、攻撃とダッシュを一緒にしちゃうと個人的にはかなり楽だと思うぞ。では今度こそ。やーい、スタート！ではゲーム本編でのオープニング始まります。ある日のこと、のび太くんたちは近くの空き地で野球をしていました。おいのび太、いつまでボール探してんだよ。早く探さないとぶっ飛ばすからな。ジャイアン待ってよ、あれどこへ行っちゃったのかな。その時、ヤギに電流走る。のび太すげえ顔してるな。なんか顔でかくない。お願いです、助けてください。妖精の国が地球が危ないのです。ということは他の3人の危険が危ない。ドラえもん出た。来るの早いな。のび太くんが出会ったのは花の妖精だったのです。花の妖精は慌てて駆け寄ってきたドラえもんたちに話し始めました。あなたたち人間の住む世界とは別に私たち妖精が住んでいる国があります。そこにある日突然恐ろしい怪物たちが現れて暴れ出したのです。その上私たちの国の女王ユリアス様が怪物に捕らえられてしまい、お城の奥深くに閉じ込められてしまったのです。お願いです。あなたたちの力で私たちを助けてください。話を聞いたドラえもんたちは妖精の国の危機を救うため、みんなで妖精の国へ行くことにしました。その時、ヤギに電流走る。ドラえもんさん、大丈夫ですか？ドラえもんさーん。綺麗な顔してるだろう。嘘みたいだろう。死んでるんだぜ。ああ、生き返るわー。さ、あれれ、のび太くんたちはどこへ行ってしまったんだろう。花の妖精の話によると、のび太くんたちは妖精の世界へ連れ去られてしまったようです。あれ？ないよ。秘密道具が何にもないぞ。ドラえもんの秘密道具も謎の怪物に奪われてしまったようです。さあ、どうしましょう。大変だ。のび太くんたちを助けに行かなくちゃ。妖精の国へ行くにはどうすればいいの？妖精の賢者が持っている5つの神器の力を借りなければなりません。大地、森、火、水、風の5人の賢者がそれぞれ1つずつ神器を持っているのです。しかし賢者のいるところへは遠く険しい道を進んでいかねばなりません。それに賢者に会うことはできても神器をもらうことができるかどうかは。これがわからない。のび太くんたちを助けなくっちゃ。僕賢者に会って神器をもらってくるよ。ねえ、5人の賢者はどこにいるの？賢者のいる世界への入り口はあなたたちのすぐ近くにあります。この町の中にも賢者のいる世界と繋がっている場所があるはずです。それとこれをお渡しします。出た！聖なる水、聖水です。秘密道具が見つかるまでを役に立つことと思います。みんな待っててね。必ず助けに行くからね。というわけで長いオープニングご苦労様でした。それではここから冒険の旅に。さあ行くぞー。まあ、嘘ですが。え？なんだいきなり。すっごい大きい。すっごい緊急地震速報。ちょ待って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 。強い揺れに警戒してください。でかいんだが。
こんなに大きい地震起きても俺 FPS やめれないんだけど。我々もゲームをやめるわけにいかないので再開。ほんまくさ。では早速このゲームを進めていくのだが、このゲームアクションステージをただ進めるというわけではなく、街でキーとなる人に話しかけないとステージに入ることすらできず、話し終わった最後に、という効果音が鳴ると、ステージが解放されるのである。では今の少女の話によって公園の砂場からステージに入れるのだが、公園の滑り台にもステージがあるのでついでに解放しちゃいましょうね。では早速砂場のステージに、きっと砂漠みたいなステージなんだろうな。子供向けだからもっと夢のある楽しいステージかもしれないね。だって妖精の世界に繋がってるらしいし。重力による衝突領域の展開意味不明ろ。ちょなんだこのステージ。あーこれな、誰がどう見ても砂場のステージだな。なわけねえだろ。これどういうことなのかは全くもって不明だが、まあおそらく砂場のステージというよりかは入り口が砂場にあるだけで、妖精の国では現在環境破壊によって数々の怪物が生み出され、敵もゴミや捨てられたものをイメージ、そのせいでステージも荒廃した建物になっており、このゲームオープニングからそうだったかもしれないが、ゲーム全体が子供向けとは思えないほど、どこか不気味なイメージが漂っており、BGM も最序盤のステージなのに、かなり重々しく不気味で怖いのである。こんなん子供泣くぞ。実際ウプ主もこれ小学生の時プレイしていたけど、なんかやたら怖くて好きになれなかったな。あ、ちなみにさっきスルーしちゃったけど途中で拾った道具は、導き、ゴールまでの方向を矢印で教えてくれるけど、ぶっちゃけこのゲームゴールすべて右端か上にしかないから役に立たないな。そしてもう一つ宝箱からゲットした秘密道具、空気ピストル。序盤で妖精からもらった聖水が目の前しか攻撃できなくてむちゃくちゃ非力なんだけど、この道具なら2連射で目の前に攻撃できて、途中までずっとこれがメインウェポンになるな。じゃあ聖水はもういらないかというとそうでもなくて、今剣玉みたいなものが地面から生えていたと思うのだけど、あれに聖水をかけることでステージのギミックが発動して、その効果は様々だけど、大抵はかけないとクリアできないことも多いから、全く不要ってわけでもないが、まあ武器としてはもう使い道はないな。攻撃範囲が目の前だけじゃきっついわね。うむ、しかもこのゲームすべての敵、ボスなんかも入れて例外なく踏んで攻撃できるから、万が一聖水しかなくても踏んで倒して進んだ方が楽だしな。そしてもう一つ優しいのが、実はほとんどの場合倒した敵は画面外に行っても復活することがなくて、ゆっくりじっくり進めば誰でも基本的にはクリアできるな。敵に関してだけはな。どういうことだ。というわけでゴール、各ステージには必ず最後に道具か神器があるので、秘密道具、復元光線を。というわけで洞窟のステージクリアである。あれは洞窟なのか。というわけでこのまま先ほど解放した公園の滑り台に行こう。ちなみにもし解放してないと右のようなセリフになるぜ。砂場であの謎的に怖いステージだったからな。滑り台はどう来るか。第一のステージである。あれ全然ステージの雰囲気違うね。うむ、すべてがすべて怖いステージってわけでもないんだが、滑り台がどうしてこんなステージなのか。これがわからない。まあ確かに。だからこのゲーム基本的にステージの入り口と中身は一部を除いてほぼ関連がないと思っていいぞ。せめてもうちょっと連動してほしいわね。では、ステージのゴールはここから右へ行けばよいのだが、せっかくだから俺は左の道を選ぶぜ。落ちてんじゃねえか。まあゲーム解説と歌っているが中の人はアクションが大の苦手だからな。だから基本的になかなか前に進まないので、ここからはガンガン倍速とカットを多用していくぜ。あ、ちなみに今みたいに左に進むと1アップをゲットできるんだな。まあでもこれある意味はなアイテムなんだけどな。1アップが罠ってどういうこと？あ、先に言うけど初見で通る道は通常倍速に戻るので、ではなぜ1アップが罠なのかというと、実はこのゲームスタート画面にもあったけど、ゲームの再開はパスワード方式になっていて、これを知るためにはゲームオーバーになる必要があるんだよね。マジかよ。だからもし途中でやめたい場合、一度残機を全て失う必要があって、しかもゲームオーバーによるデメリットってこのゲーム特になくその場から再開できるから、1アップ取るだけほとんど意味ないんだよね。マジで罠じゃん。うむ、後半になると残機20とか余裕であるから取りすぎに注意だな。では今しれっと入手していたが、隠れアイテム鈴についてと、先にゴールしてしまったか。では宝箱の中身からは、秘密道具ゴマロックを。というわけで、第一のステージクリアである。では早速ここで入手したゴマロックを使うのだが、これ原作では鍵をかけられないドアや引き出しでも鍵をかけられる道具で、鍵をかけた本人が開けゴマとか閉じよゴマっていうと鍵の開け閉めができるのだけど、このゲームではなぜかドラえもんが閉めたはずがない。学校の門を勝手に開けており、何でも開けられる万能キーという役割になっている。ギガゾンビのダンジョンキー再び、わらわら。
てかそもそもドラえもん、ゴマロックがなくても最初からなぜか学校の門を開ける気満々でな。一応学校へ入りたい少女とか、今みたいに花壇が怪しいという少年がいるのだけど、ちょっとそれを聞いてからでないとただの不審者の行動でしかないんだよな。ではしれっと次のステージ、遺跡のステージである。花壇なのに遺跡とはいかに、てかこれ遺跡するの早いよ。なんちゃって実は隠れ位置アップでした。こんなん怖くて誰も気づけんわ。普通に進むと意外と気づけると思うぞ。ちなみにこのステージは個人的にはかなり簡単なステージ。というのも先ほどにステージを見てもらってもわかると思う。邪魔だよ、どけよな。とまあちょっとブロックがうざったいのはあるが、このゲームとにかく移動にかなり癖があってだな。ものすごい動きに感性が働いてて、急に走れない止まれない。それゆえにまるで氷の上を走っているみたいにとにかく滑るんだよね。100歩譲ってそれは良いにしても、何がきついかって落とし穴で、砂場のステージの導きがあるところとか、滑り台の最初の位置アップのところとか、ほんとよく落ちるの。なのでもしマリオとかしかやったことない人にこのゲームを例えるなら、全ステージ氷床でマリオクリアみたいな、そういうイメージがかなり近いと思うぜ。きついな。その点このステージは落とし穴がかなり少ないし、狭い分どっかに走り抜けて落ちることもないから、このステージの方が最初に比べると幾分かマシってことなのよね。では少し時間が空いたので、先ほど話していた鈴の話の続き、この鈴普段は見えない場所に隠されていて、ドラえもんを所定の位置にやることで出現するのだけど、鈴自体はただの位置アップでしかなくて、それだけだと集める意味がないのだけど、実は10個集めると攻撃力が2倍になる効果があってだな。ちょっとこのゲームの説明書は持っていないのでこの鈴が説明書に載っていたかどうかは不明だが、まだいけないけども、街の4丁目の掲示板でそのヒントは聞けてだな。このいたずらガキ一体なんだろう。どれどれ、金色に輝く鈴を10個集めし者には大いなる力が宿るであろう。とあり、一応ヒントはくれるのだが、肝心の場所に関してまではノーヒントであり、しかも攻略本にも載っていないのである。マジか。なので当然10個集めるにはステージを練り回る羽目になり、しかもステージは10個なんかより全然多いし、鈴のあるステージとないステージもあるので、自力で見つけるには結構骨が折れるのだ。だが一応その救済策として、鈴はすべて探すと12個あり、おそらくだが、万が一取り逃しても2個までは許容してくれるという優しさなのである。それは優しいのか？まあ一応温情なんだろう。ちなみにこのステージにも鈴が、鈴。ウィンウィンウィン、ウィンウィンウィン。忘れてた。というわけで説明していなかったがシレクトスタートセレクトでステージ脱出。急いで鈴を取りに戻ることにしよう。ほんま何してんねん。というわけでステージ中盤まで復帰。この隠し通路に入ると鈴を。ゲットだぜ。では急いでゴールまで戻りましょう。というわけで戻ってまいりました。これにて、ゴール。誰だお前。いや怖いし誰だよこのおっさん。というわけでゴールに待ち構えていたのはハゲで出っ歯のおっさん。そこで何も起きないはずもなく、というのは嘘えいと。実はこの人、大地の賢者であり、ここでドラえもんの到着を待っていたのだという、人間のせいで妖精の国が危機に瀕していると、めっちゃおこなのだが、それをロボットであるドラえもんに言われてもって感じだな。確かに、でもそんな場合じゃないので神器の一つ、虹の指輪を託してくれるのだった。では、大地の神器も手に入れたので、先ほど砂場で手に入れたもう一つの秘密道具、復元光線を使って、次のエリアに移動しよう。橋が壊れてて隣に行けなかったのね。基本的にはこうやってステージをクリアして入手した秘密道具を使って、どんどん次のエリアに進んでいくって感じだな。あとこのゲームも昔のゲームらしく明滅激しいんでフィルターかけときますね。では、これにて2丁目が解放されたので進んでいこう。街の探索パートは基本そこまで面白いわけでもないので倍速。今の二人に話しかけると裏山のステージが解放されるぜ。ちなみに会話の内容は最近裏山がおかしい的なことで、特にステージの内容とは関係ないぜ。では、我らが見慣れた裏山というわけでもないが、今までよりかは幾分かマシの山のステージである。確かに、このステージも開始地点から少し左上に行くと位置アップをゲットできるぜ。お、こんないいところにトランポリンが。何してんねん。まあこれは遊んでいるだけだが、ここでちょうどいいからこのゲームのダメージ計算式について、このゲーム2のトイズランドなら武器の攻撃力が攻略本やサイトなどにも掲載されていて、敵ごとに決められた HP を、武器ごとに決められた攻撃力で与えたら倒せるっていう、単純な引き算でしかないのだけど、
まだ1の妖精の国ではこのあたりがちょっと謎で、例えば今倒したザコ、切り株お化け、ではなく、切り株というのだが、あ、今画面で撮ったのは、タンマウォッチ、敵の動きを15秒間止める秘密道具だ。では話を戻すと、切り株の HP はおそらく2、このゲーム聖水や踏みつけのダメージは1なので、これらの武器で攻撃すれば2回で倒せる。だが全てがこのルールで統一されているってわけでもなくて、あ、合流しましたね。ここでは新たな秘密道具。秘密道具、スモールライトを。ではまたちょっと話を戻すけど、今持っている他の武器に空気ピストルってのもあると思うのだけど、これもダメージが1に設定されていて、ボス戦などではこのダメージ計算式で大丈夫だと思うが、雑魚ではそうでもなくて、例えば先ほどの切り株がなぜか空気ピストルだと、一撃で倒せたり、ボボンタっていう雑魚は HP が6、さっき何度も踏んでいたと思うけど、これも空気ピストルだと3発で倒せたり、雑魚相手だと少し計算式が違うのだ。おや、またイベント。なんやなんや。うおー、目が、何が起きてるんだこれ、一応雷らしいぞ。こんなに晴れてるのにか。うむ、やっぱり妖精の国の様子がおかしいから、現実にも影響が出ているんだろうな。開幕の地震もそれが影響してるってわけだな。ではそうこうしている間に次のステージに到着。次も裏山か、さっきと同じ木を渡る感じのステージかしらね。きっとそうだろうな、ドクロのステージである。いやなんでだよ、裏山どんだけ怖いところになってんだよ。っていうかマジで骸骨出てきた。これドクロのステージっていうか魔界村でね。まあ正直ウプ主もこのステージは魔界村にインスパイアされたんじゃないかってちょっと思ってたけどな。まあとはいえあちらのゲームに比べればこっちの方がよっぽど簡単なので大丈夫。このステージ道中はさほど難しくないので。あ、今ここで初とかしようとしてます。いや失敗しとる。なんちゃって。はい、これが業界用語でいうダメージブースト。実はこのゲーム被弾時に大ジャンプしているとその勢いをブーストしてくれる仕様があってだな。これを使うことで本来いけない高さに被弾しながら突っ込むことで初とかが可能になるんだな。まあウプ主はあまり上手ではないので多用はしないけど、覚えておくと便利な技だな。そんな便利な小技があるのね。うむ、あ、ちなみに今取ってる道具はドローン巻物。15秒間無敵になるが、無敵になるだけで敵と衝突しても倒せるわけではない。ではここで新たな秘密道具、空気砲を。今後は空気ピストルに代わりこの道具がメインウェポンになるぜ。ではまたちょっとダメージの話に戻るけど、先ほどのザコ、ボボンタは HP6 で、空気ピストルだと3発っていう謎仕様だが、別に全てのザコ相手に空気ピストルが2ダメージを出すってわけじゃなくて、空気ピストルはボス戦では1、ザコでも1だけど、おそらく一部の敵には2倍入ると思う。いろいろ検証した結果こういうことだと思うぜ。詳しい内部解析はしてないからわからないけど、基本武器のダメージは固定で、空気ピストルだけ特殊って覚えてもらえば大丈夫だ、多分。というわけでここもゴール。秘密道具、ふわふわ薬を。やっとだぜ。あ、ちなみに空気砲がメインウェポンになる理由は単純に威力が2だからだな。空気ピストルに比べて一発しか出せないが、威力2倍、貫通、弾がでかいっていう利点があるから、今回は取得が後になってるけど、楽にステージをクリアしたいなら砂場の後にすぐ来てもいいかもな。復元光線あればここ来れるしね。うむ、というわけで次は裏山の一本杉のステージ。まさかまたドクロとか墓場じゃないだろうな。きっと大丈夫だよ、木のステージである。おお、普通だった。まあ何度も言うが全てが全てってわけじゃないし。いや例外が多すぎるのよ。でもこのステージも簡単。初の縦スクロールステージだ。邪魔だよ、どけよな。さ、まあ単純に登るだけじゃなくて、このように見えない木の中に入ったり出たりを繰り返して上を目指すわけだな。このステージもそこまで難しいものではないし、途中で落ちて一番下まで戻るみたいな、縦スクロール特有の面倒なところもないから、時間さえかければ余裕だな。ではクリアまでまたちょっと時間があるので小話。今回は尺が長くなりそうだから街の探索パート、攻略本では RPG パートなんて呼んでいたりするが、ダンジョンを解放するキーの人間以外にもいろんな人がいてだな。例えば今回もギガゾンビから続投で、出来すぎくんもいてだな。家に行くことでこんな会話ができる。この街には昔から古い言い伝えや伝説が残っているんだ。妖精の国とのつながりがあっても不思議はないと思うよ。そうなの？彼曰くそういうことらしいので、この街は妖精の国とのつながりが濃いらしいな。だけど今回の出来すぎはギガゾンビの時とは違い、ステージクリアごとに入り口のヒントとかは教えてくれなくて、今回の彼の出番はこの6行のみである。さ、ステージが進んでも会話の内容変わらないのね。うむ、街の人の何人かはフラグのクリアとかでセリフ変わるんだけど、出来すぎはかわいそうなことに、今回は聞いてもなければ道具をくれるわけでもないので、一度も会わずにクリアする人も当時多かったのかもしれないな。冷遇すぎるやろ。まあそれを言ったら、各メンバーの母親も街に全員いるのだけど、
これらの母親も全員セリフ変わらず、ただただ家で子供の帰りを待っているだけだな。と、ここで新たな秘密道具、トランポリン弦を入手。15秒間ジャンプ力が上がる道具だな。これで楽して上。なんちゃって。これ戻ってない。ふざけんなよ。はいはい、倍速して元の位置に戻りましょうね。ゴールも近いし、そのまま倍速。ゴール。誰だお前。また知らないおじさんが、先ほどの大地の賢者同様に、今度は森の賢者だな。とりあえず森の賢者の話を聞いてみると、近頃の人間たちは木や草花を大事にしないな。緑をなくしてしまうことがどんなに愚かなことか、お前たちにはまだ分かっていないようだ。お前に質問をしよう。枯れそうな花を見たらお前は水をかけるかね。いやー、手元に水があるかわからないし、人の花かもしれないし、勝手に水は無理無理無理。お前のようなものに森の神器を渡すことはできん。もうやる気のないものは廊下に立っとれー。なんでだよ、どうして。え、ちょ、ステージやり直し。ふざけんなよ。いやー、ほんと枯れた花に水あげないやつ人として終わってると思うわ。ほんま草生える。小さな花一つ助けられずに妖精の国を救うことなどできません。どうやらお前は森の神器を持つことのできる資格を持っているようだな。当然だろ。5つの神器の一つ、愛の盾ごとをお前に与えよう。妖精の国に行くためにはそれが必要だ。妖精の国のことを頼んだぞ。だがこと。ドラえもんは森の神器、愛の盾ごとを手に入れました。というわけでなんやかんやあったが二つ目の神器。といったところで今回はここまで。次回もお楽しみに。